けど、楽屋でも配信したけど、ちょっと画角がさ、画角が下からアングルすぎてちょっとね漏れてなかったので漏れてなかったので、漏れてる角度で配信したいと思います。こんばんは。そう、もう浴衣は着替えました。ただいま。カンさんマイクありがとう。それからさんハト、アイスレモンさんオブ、マリオッチューさんハト、ゼットさんお疲れ、スタメンさんバルーン、ノブさんマイク、村上さんマイク、陣内さんお疲れ、ぼやきさんお疲れ、右田ピッポさん、陣内さん音符ありがとう、新一さん、持肌さん、ハート、ムさん、だるま、ゼータありがとう、こちらこそ、カメさん、メルヘンクマちゃんありがとう、コウジさん、レインボースター、あやとくん、ハート、新一さんお疲れ、トールさんお疲れ、ダレンさん、アオイさん、ハート、真空剣さん、だるま、大吉さん、かわいいありがとう、さとこさん、ハート、ケンタロウカープさん、ハートと音符ありがとうございます。たかしんさん、しんいちさん、マイク、よしかずさん、しゅんぼうさん、音符ありがとう、じんらいさんありがとう。あれ、なんか配信止まった、配信止まっちゃったよ。こんばんは。なんか電波悪いかいね。止まった、みんなも止まってる、ありがとう。動いてるかな。春坊さん音符ありがとう。坂新さん、新一さん、マイカ読んだね。吉和さん、マイカ音符読んだね。スプマンデさんお疲れ、リデンさん、タケさん、ハート、アイドル大好きさん、マイク、吉田さら、偽物さん、バルーン、マルさん音符、西さんお疲れ、福ちゃんお疲れ、ひろちさん、ハート、新一さんありがとう、スタンプこちらこそ、ヨッシーさん、バラありがとうございます、ジャクソンさん、バラありがとうございます、トシさん、かわいい、エジリン、ハートありがとうございます、アキモさん、お断りです、ありがとう。今日はあっという間にまた一日が終わりました。お疲れ様、ありがとう。ループしてた？ Z さん、アイスありがとう。今動いてる？ゆうたくん、お断りです。こんばんは。お疲れもありがとう。いやもうそうなの、一日ねあったので、一日あったんだけども、そう、あっという間でしたよ本当に。この2日間、おかげさまで。今日は本当にあのね、今日はあのカメコのスペイベで当たった方のカメコもあったんですけど、ちょっとお待たせしてしまって、そう、2時間目が完売の部じゃなかったから、おしまし券が利用できたんやけど、おしましで来てくださった方がたくさん、本当にありがたいことにたくさん来てくださって、その関係でね、ちょっとね、あのカメコのブースの方をお待たせしてもらうしてしまうことになってしまったんですけども、ありがとうございました。ちょっとメイクとか直す間もなく、もうすぐ始まったから、お肌が汗だくだったのでね、今日めっちゃ会場暑かったんよ。床だってのもあるかもだけど、会場が暑すぎて、そう、マネージャーさんに空調ってこれついてますかって聞くぐらい、これがもう限界みたいですと言われて、ぐらいめっちゃ今日暑くってね、汗だくで、そう、だから汗だくのまま写真撮影だったので、もしかしたら汗の水滴が映ってしまってるかもしれないんですけど、ちょっと魔法の魔法でちょっと見えなくしてもらえたら、もう全然残ってても大丈夫です、私的には。申し訳なくて、汗かきすぎて。ひなさん、バルーンありがとう。吉田さらさん、偽物さん、バラ、あ、間違った、バルーンありがとう。あ、間違った、バラだった。みやんさん、ハート、ありがとう。なに、俺の方が汗だくやったの？いや、そうね、負けるわ。負けた。あ、みゆらっちさん、クマタワー。なんか陽気なクマタワー。イケイケクマタワー、ありがとうございます。ありがとう。
クロさんお疲れ、しーちさんお断りです。え、お礼書くね。ちょっと待って、メモしとかないけんことがあったからちょっとメモだけしとく。はい、 OK。 G2 さんありがとう、かわいい10個、無事に帰ってこれましたで。めっちゃ暑かったんやけど、びっくりしたよ、こんな暑いことあるってぐらい暑すぎて、私が汗かきすぎてマネージャーさんがあの扇風機、手持ちの扇風機を机に置いてくださったから、それでなんとかファンの方も汗だくだったからいっぱい冷やしたんですけど、いらないよって言われた何人かの人にいらないよって言われた。汗は勲章だったのかもしれません。ションナさんハート、ヒロさんハイビスカスありがとうございます。お、ポスター無事に持ち帰りました、よかった。今日はそう、ポスター昨日今日めちゃめちゃデカめのポスターがあったんやけど、あのポスターが欲しいですって人、いやポスターいらないからポストカードで交換でみたいな方が、そう、もうめっちゃ別れてて別れすぎててね、よかったら飾ってください。楓さんハート、ポストさんだるまありがとう、ありがとう。お、帰宅中です、ありがとうね、気をつけて帰ってね、本当にありがとう。いろんな話をしました、今日もいろんな人がいた初めましての方もいれば、ショールームで見ていますって、ショールームで見ててお話し会は初めてですって方もいたから、いや見てるかな、ショールーム見てますとかメール見てますって方がね、パセリ推しじゃないけど見てますみたいな方も結構来てくださってとっても嬉しかったです。もうやっぱパセリ推しじゃない人にも私生活バラしちゃってるんだなと思った、ショールームとメールでいろんな人に私の私生活を晒して本当に恥ずかしいなと思いました。これからも晒し続けたいと思います。私のメールのどういうとこが好きですかって聞いたら、その何でも教えてくれるところが好きですって言われたんですよ何でも教えてくれるところが好きなので親近感が湧いて好きですって言われて、あとスケジュールとかをあの忘れちゃうからそうやって送ってくれるのでありがたいですみたいな。でも公式やんそれ、私公式サイトとして見られてるやんと思って、ありがたいです。そらすうかさん音符、うっかりあんこさんお断りです、こんばんは、これからもいっぱい見てよね、そうさらけ出しシステムよ、お疲れ様。もう今日もサッチーがめっちゃ可愛くて、パセさんって言ってくんの、パセさんって呼んでくんの、もう可愛すぎた、会うたびに、え、てかもうくっついてきて、私がスマホとか置きにテーブルの方歩いてたらついていこうとか言って後ろをあのさ、アヒルの親子みたいにさついてきて、もう可愛すぎてびっくりしちゃった、なんなの、可愛すぎるんだけど。ゆたパパさんハイビスカス、みつさんお疲れ、ほんとお疲れ、フジポンハート、キュカラチャさんハートありがとうございます。ゆたパパさんラブレターもありがとう、可愛いでしょサッチー、パセさん、ノアピもね、パセさんのこのポスター欲しいですサインくださいって言われて、芸能人かと思った私、パセさんのポスターこれ一枚欲しいですってあげたよ。パセリレーンの、あ、そう、なんかパセリレーンのその剥がしのスタッフさんにみんな喋りかけてて、みんななんか
スタッフオタオタみたいな、女オタオタか、それはスタッフオタみたいななんかしてて、何してんだろうと思って見てた。めっちゃきのこさんありがとう。土の子さんお断りです。しおんなさんかわいい、ありがとう。あ、読んだかな、ありがとう、ありがとうね。クマ、このクマイケイケすぎんか。そう、スタッフさん、今日パセリレーンやばかったの。パセリレーンのスタッフさんのね数やばかったの。あのね、1時間目の頭パシリレーン4人か5人ぐらいスタッフさんいて、スタッフさんみんなで私のそのくじ引きみたいなやつを並べて、でくじだから割り箸に紐がついてて、その先に自作のトランプがついてて、でそれをみんなが引いたらどんどん減ってくんですよ数が。そしたらね、また後ろにスタッフさんが事前に並べてくださってたやつと机ごと交換、スタッフさん2人がかりで机を運んで、もう大移動なの。どのレーンよりもスタッフさんを働かせてしまって、ちゃんと終わった後にすみません仕事増やしてって謝った。楽しかったって言われたから、はい楽しかったです、ありがとうございますって言って、ちゃんとちゃんとお礼を言いました。もう感謝、感謝だよ。白熊さんハートありがとう。そうなのよ、まだ次があったらまたなんかもっとねいいシステムとかを考えられるように頑張りたいと思います。頑張るぞ。お、ライオンハートさん、タワー、何タワー、みんな何タワーなのこれは。さっきから思ってたけど、ありがとうタワー、ありがとうタワーなの？タワーありがとう。ありがとうタワーじゃない。誕生日タワーではない。応答なしだよ。ポスター当たったので勝訴みたいな状態で駐車場まで運びました。おもろい、例えが面白い。こうやってこうやって運んでくれたの？そんな見せびらかしてくれたの？宣伝してくれたんだ、ありがとう。めっちゃおもろいじゃん。悔しい、今日もみんな面白くて悔しかった。そうやって運んだ人他にもおる。あ、ワイはありがとうタワーです。ありがとうタワーだってた、ありがとう。ポンさんハイビスカスありがとう。シーツさんゲームギフトありがとう。家着いた、おかえり。ポスターの写真他の推しも写り褒めてた。最高じゃん、嬉しいよそんな褒めてもらえて。こんばんは、何タワーですかって聞いたらこんばんはで帰ってきたやけどこんばんは、ありがとうね。ちょっといっぱい夏のイラスト描こう。明日も早起きマンでございます。わらいおんさん音符ありがとう。アーバのみけんねこさんマイクありがとうね、挨拶大事、ほんとよ。ちゅ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 、ひまわり、やっち、こんばんは。ちょっとなんか今日ペンがさ、あ、ペン向こうにあるわ。ちょっとクレヨンで描く日にしようかな。浜松の IH さんハートありがとう。いもけんぴさん音符、タッチーさんマイクありがとう。読売巨人軍さん音符ありがとう。徳島楽しむよ。タ
熊谷さん花束ありがとう。そう明日そうそのね今日歌った曲は玉木奈美さんのリーズン歌ったんですけど、小4の時にね6年生を送る会っていうのが年度末にあって、でそこでクラスで誰がセンターで踊るかっていうオーディションがあってね、でその時にもうすでに私はモーニング娘さんとかミニモニさんとかね見て、あと天才テレビくんとかの歌って踊る人たちを見て、は踊ったりする人かっこいいと思ってね、だから憧れてねそのセンターオーディションを受けたわけですよ、クラスの中の。でそこで見事ね私が初めてのセンターを、ね、もらった思い出の曲だったんです、個人的に。ジェタミラーボールありがとう、照らし続けてくれてありがとう。三浦さん拍手ありがとう。ひろし BKK さんハイビスカス、ミックさんお疲れ、ひろやさんハートありがとう、ありがとう、ありがとうございます。そう単独センターでね、その当時のクラスの一番もうイケイケな女子がそう私と同じぐらいもう熱量があったんや、そのセンターにかける熱量があったんだけど、 それでその後からちょっとしたいじめが始まるっていう、もう私の嬉しくもあり悲しくもある悲しくもある思い出のいろんな良くも悪くもの思い出の曲でございます。ジッツーさん音符ありがとう。そうちょっとイケイケ女子の反感を買ってしまった曲、今だから笑えるんですけど、そうなんよ、リアルでしょそうでしょ、あこの時には人間って怖いわって思って、人間は怖いわなって、そう目をつけられてしまって、クラスの男子とか女子とか班になってご飯食べたりするときに、私がピンクのお椀と青いお椀があってね、ピンクがご飯で青がそのスープとかなんですけど、私がピンクで食べると班のみんなで目くばせして青で食べるみたいな超くだらない、え何その誰が気づくのみたいな、その嫌がらせ誰が気づくのみたいな、そういうなんか意味のわからない嫌がらせとかから始まって、そう地味な嫌がらせそうがあって、うわなんだこの人たちはって思った記憶がある。謎でした、小4の思い出です。そうなの、でももう年度末とかだったからさ、6年生送る会で。タッチハイビスカスありがとう。若林さん音符ありがとう。そう今ちょっと笑い話かも、今思ったらくだらなすぎて、赤食べて、あ青食べて、赤食べないで青食べる、おもろいそうだよ、そういうね、うん、ちょっと可愛らしい、まだ可愛い方だよねそういう嫌がらせも。タワーありがとう。ちょっとクレヨンだから文字がでかい。え嫌がらせ受けたことあるけど我慢できなくてぶん殴っちゃったね、ぶん殴っちゃったじゃないよ、ぶん殴ってしまいましたってもっと深刻に言うよ、それはぶん殴っちゃった、絶対語尾星マークついてるじゃん。えそうなの、 SNS でさ私が何トークって感じなんだけど、私が高校ぐらいの時にスマホが流通、こう今みたいにどん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 スマホで
iPhone とか Android とかでスマホを持つ人が増えたんだけど、ガラケーからね。その当時のテレビのニュースとかでクラスのグループ LINE で自分以外のグループが作られているといじめが多発していますみたいなニュースを見た時に、わあよかった、小中学生の時とかにそういうスマホとかグループ LINE みたいなものがなくてよかったって思ったもん。恐ろしいから怖いよね、嫌すぎるよね。わ、ちーつーさん音符、タッチ音符ありがとう。え、怖すぎ、現代っ子怖すぎ。クレヨン、クレヨン書きづらいよ。でもなんか夏休みっぽいクレヨンで書くと絵日記みたいな、絵日記みたいになったよ。メロのあそこさんハートありがとうございます。会社のグループライン俺だけ外されてる、え、つらえ、大丈夫、つらすぎるんだが。ミキヤくんハートありがとう。クレヨンで描いてくれよん、任せろよん。太陽とかなんか本当は夏っぽくしよう、お日記みたい。今日はお話し会がありました。え、めっちゃいいよ。8月12日、おお、クーピー懐かしい。クーピーが書きやすいよね、こういう時絶対ね、クレヨンよりね。おい、ミューラッチさんタワーありがとう。絵日記風オレ、イケイケクマちゃんサングラスありがとうございます。じゃーん、結構自信作なんだけど、このサングラスの影とかちゃんとこだわっております。夏だね、ありがとうございます。天色さんハートありがとう。ミキヤくんハートありがとう。いいね、同じような感じで絵日記系でいこうかな今日は。今日のお礼はじゃあ続いてライオンハートさん、ガオ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 、ちょっともうちょっと絵日記っぽくするのもある。お疲れありがとう、今日はありがとうございました。こちらこそ。8月12日、晴れ。ミックさんハイビスカスありがとう。今日めっちゃ晴れてたよ。会えて嬉しかった。サプライズでいきなり現れてみました、びっくりしました。とってもなんか私のファンの方さ、サプライズ好き多いんよ。公園行くねとかも教えてくれなかったり、お話し会も秘密だし、なんかサプライズ好きなのかな、驚かせたいのかな。やっぱびっくりするよ私は本当に。
驚いてるよ。会いに来てくれてありがとう。今日のポストにも書いたんですけどね、そのさ、会って話す時間の他の時間の方が長かったりするじゃん、移動だったりとか待機時間とかの方がやっぱり長かったりすると思うんですけど、そういう暑い中とかもね、並んでくださったり待機してくださったり、いろんな場所から来てくださって本当に嬉しく思います。もうありがとう、一人一人にありがとうです。感謝の気持ち、そう、楽しいからあっという間に終わっちゃうもん、話してると。でもその話すまでの時間とか話した後の帰り道とかもさ、みんなにはあるじゃん。私にもまあ帰り道も行き道もあるけどね、それぞれ違う場所から来てて、同じ会場に集まってくれてありがとうございます。あ、帰宅しました、ありがとう、無事に着いてよかったよ。なんか昨日今日2日あったから、昨日飲みに行ってちょっと二日酔いですみたいな人もいて、え、楽しんじゃってるじゃんと思った。もうお話し会しないところで楽しんじゃって響いちゃってるやんってなりました。楽しそうで何を言ったよ。染谷裕次郎さん、ハートありがとうございます。ありがとう。じゃんじゃんじゃん、お、じゃあ名前がライオンだからクマじゃなくてライオンにしよう。ライオン。ミックさん、ハートありがとう。千春ちゃん、ラブレターありがとう。痩せてないのはなぜ？え？その分食べたからじゃないの？その分食べたんじゃないの？今日の暑い中、汗を流した塩分以上に、体を動かした以上に、いろいろ食べたんじゃないん？違うか？新聞記者のともやさん、ハート、ひげめがねさん、ハイビスカス、ありがとう。ありがとうございます。手日記。青い空、白い雲。懐かしいこの歌。夏っぽいイラスト。屋台我慢しました。私も屋台もっと食べたかったのに売り切れてたんだけど、やっと時間できた、行くぞーと思って気合い入れてったら売り切れてた。悲しい。本当は牛タン食べたかったのに売り切れてた。今日はいちごスムージー飲んだ、美味しかったよ。ひまわり。お、マンゴー飲んだ？めっちゃ羨ましい。いろいろなんかカレーがやたら美味しかったみたいなも、みんなもういろんな人がもう想像以上に美味しかったみたいな言っててさ、気になったり。タッチ、ハート、しんいちさん、マイク、ありがとう。ね、スムージー溶けて普通にジュースになっちゃってた。熱すぎて。8月12日。タワー。ありがとう。
いいね、みんなスムージー飲んでる。わあ、やっぱ暑い場所でスムージーを販売するってやっぱ効果あるんやな。やっぱみんな飲みたくなるもんね。 いいよね、めっちゃ美味しかった。本当、他のメンバーの縁日恋愛どうだった？どんな感じだったんかな、気になったよ。タワーありがとうございます。いや、クレヨン難しい。クレヨン、むずすぎた。ピコピコハンマーの音聞こえなかった。全然聞こえなかったんだけど、聞きたかったからさ、ちょっと眺めとったんやけど、もうね、行かなきゃいけない時間だったんよ。聞かせてよ、今日はね。横が愛子と、反対はもういろんなメンバーが移動してって感じだったんですけど、うん、みんな昨日と違うねってめっちゃ言われた。昨日パセリの声も今日落ち着いてるんだねって言われて、違ったらしい。全然できた。ライオンハートさん、絵日記風タワーお礼、ライオン描きました。クマからライオンに、ありがとうございます。なんかこの文字のバラバラな感じもちょっと絵日記感出てる。なんかクレヨンしんちゃんとかの中出てきそうな、こういう8月12日ありがとう。じゃーん、ヒロミも結構演劇感あるわね、小学生みたい。ありがとうございます。なんかめっちゃ気に入った。なんかかわいい、好き、これ。ありがとう。ほんとだね、牙がないライオン、優しそう。キヨニさんありがとう、こちらこそありがとう。もう似顔絵描いて描かせてくださった方々もありがとう。いっぱい顔ジロジロ見ちゃった。ジロジロ顔見せてしまった、見せてしまったじゃない、見てしまった、見せてはない。次からマイカーの見送りと両隣に負けないで。やばい、ほんとじゃん、ほんとやん、マイカーのお見送り。すごいやん。井出宇都宮尾崎工藤、違うよ、うなちゃんがおるけん、伊勢宇都宮尾崎川又工藤を、なんせ素太郎、あ違う、素太郎サッチひーちゃんのアピですか、名前順的には。トニーさんハートありがとうございます。ちょっと頑張らなきゃみんなでも私は結構声ねうるさいですよって言われるから、いやもうお見送りうるさそうだな、お見送り忙しくなる。なんだと、なんだと。タッチハート、森健銀河さん、マイク、ゆたぱぱさん、かわいい、ありがとう。みきやくんハートありがとう。いや本当に楽しみですよ、本当に本当に。キョンシュさんアイスありがとう。いいねこの絵日記スタイル、勝手に私が自分で描いて自分で気に入ってしまった。楽しみ
じゃあ感想をまた話すね。21日の公演終わったら、マルヒノさん、レインボースター、モコブラさん、ハートありがとうございます。ありがとう、Thank you、 Thank you、 Thank you。 ちょっと X の方を追消ししてしまったので、一度2回同じ投稿をしたんですけど、みんなチェックしてくれたかな、チェックしていただけましたか。ゆたパパさん、お断りです。お断りです。あ、はい、だって、ありがとう。リプラン面白い、優しい、優しい。リプ送り直してくださってる方もいる、優しすぎる、ありがとう。あ、得点もらえて、あ、でもさ、みんなさ、荷物になって申し訳ないなと思っちゃった。私のやつがでっかすぎて。もらってくれてありがとうね、ありがとう。ポスターが巨大すぎて、あのね、ファンの方から今日提案してもらったのは、1時間目にその収納できる系のグッズを出したら、2時間目3時間目でグッズをその中に入れる方を出したらいいんじゃないっていう風に意見をもらって、おー、確かにバッグとかさ、なんかエコバッグとかはちょっと今回は無理だったけど、そういうのもありやなーと思ったし、あかりんさんは4部だけそのでっかいポスターだったんですよ。確かに4部だったらさ、最後の部だったら、あの持って帰る時だけじゃん。一部であげたら一部とかずっとさ、二部も三部もずっと持ち歩かんといけんから、確かに四部だけ、最後の部だけにするの賢いと思って、やっぱ先輩の知恵ですね。いろいろ経験したり、実際自分がもらう立場のことをしっかり考えて決めてるんだと思ってね。あと千穂さんのグッズがメンバーの中でもファンの方でもなんか好評だった。さすがです、さすがだよ、お疲れ様です。確かに1時間分だけって人はもう普通にそのままエコバッグとして買い物して帰ってもらって、あのコンビニとかでね、アイスを買ってもらっていっぱい日常生活で使ってもらおう。やっほー。結局ね、この前見せたこの編み編みのバッグのリボン白にしました。白のリボンつけた、水色とグレーで迷って白にしたよ。これを夏の間にいっぱい使わなくちゃ。じゃん、じゃじゃん。ポラリスさん、ハートありがとう。でもなんか素材が、2種類の素材がついてる。ケンボウさん、ミキヤくん、ハートありがとう。広島行きたかったけど我慢、あ、我慢我慢。じゃあ我慢して、またいつか我慢しない時に会おう、会おうね。トラハさん思い出す、これ見たら、なんでなんでなんで、汚さないように気をつけて今日も言われた、浴衣とかでもね言われたよ、ファセリすぐ汚すからゴミ袋かぶりなって、頭から気をつけてねって言われた。ガンダム良かった、本当。もうなんかお話し会の、もう今もさ声結構枯れてるというかガサガサなんですけど、お話し会で元気に
お話しすぎてめっちゃね、もうここ 1,2 週間ぐらいずっと練習してて、だけどちょっともうちょっとうまく歌いたかったなって気持ちです。しんいちさん、回復薬、ゆたパパさん、ハイビスカス、徳島のひーくん、ハートギフトありがとうございます。ちょっと高音とこの音程のね、音域がいろいろこうバババって難しかったです。キングさん、マイク、ヒゲメガネさん、レインボースターありがとう。うん、あの曲難しかった、聴いてほしかったよ。名前呼んで迎えてくれてありがとう。いいえ、会いに来てくれてありがとうね、感謝だよ本当に。また会おうな、ばあちゃんだよ。タッチ、ハート、ありがとう。ありがとう、ありがとう。あ、もう24時まで配信しちゃうコースかもしれん、これは。もしかすると。Z さん、レインボースター、G2 さん、ハート、タッチ、ハート、ありがとう。もうね、多分今終わっても24時まで配信してもお風呂入るタイミングが同じなので、24時まで配信、付き合って、くれたら嬉しい。もう明日朝早いよって方はお先に失礼しますしてください。お時間大丈夫な方だけよかったら。徳島のひーくん、お断りです。クロさん、ハート。キングさん、マイク。しんいちさん、ハート、ありがとうございます。もうお風呂終わったら速攻寝るよ、寝ますよ。もう今日はぐっすり眠れる。昨日も布団入ってすぐ寝ました。毎日すぐ寝てる、もうダラダラしてる暇もない。睡眠時間をしっかり確保してます。陣内さん、マイクありがとう。マイクじゃない、アイス形が一緒すぎた、アイスありがとう。ミキヤくん、ハートありがとう。明日朝早いのはパセリです。そうだよ、でももうこの時間だったからびっくりした。半に終わろうかなとか思ったらもうこれだったから、もう24時までしても変わらんのです。お、徳島行きの高速バスだったよ。うわー、明日会場で会おうね、よろしくね。明日は髪型まとめよう。やっぱね、この前あのフェスでね、髪の毛を下ろしたんですよ。ちょっと暑すぎて暑すぎてびっくりしたから、あげようかな。でメンバーとやっぱかぶりそうだから、まあ、下ろすのもいいな、かぶらないのがやっぱ一番ね。 STU のあの髪の子って覚えてもらうのいいからな。新聞記者のともやさん、ハート。キングさん、マイクありがとうございます。ちょっとリプが嬉しすぎていっぱい見てる、ありがとうね本当に。なんか次12月ですって方が多くて、次会えるの12月ですって、大阪のお話し会ですって方が多くてさ、もうそれが終わったら絶対良いお年をって言うじゃん。早くない ?1 年、あっという間だよ。今からリプしてくる、してくれるの、待ってるね。ヒロさん、花束。キングさん、マイク。ポテチさん、ハートありがとう。お、パセリのタオルかける、よろしく、ありがとう、よろしくお願いいたします。そうなんよ、でも自分の生誕祭がいつあるか分かんないけど、生誕祭もぜひ来てくださいねって一応言ったけど、日程次第ですってみんな日程次第って帰ってくる。いや、そりゃそうだよな。ダーソクさん、ハートありがとうね。そう、メンバーもね同じぐらいのタイミングで知るから、
いつだろうね。多分ね、その新公演の日程にもよると思うんだよね。新公演がいつから始まるかとかにもさ、よるじゃん。誕生日の子たちがどん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 生誕祭待機中になってさ、ね、だからまた楽しみにしたいと思います。ヒロさん、バルーン、シーチさん、ペンライトありがとう。だって今8月生まれのメンバーでも、ソタロー8月9日生まれやけど、9月の上旬もまだ生誕の予定なかったから、どん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 待機中メンバーが。そうなの、今月もオンライン、ずっとしばらくオンライン。12月に大阪リアルがある。ヒゲメガネさん、ハートとバルーン、ありがとう、ありがとうです。眠たくなってきた。45分にしようかな。24時まで眠気が持たんかもしれんから、45になったら配信を終わって、ちょっと早めにお風呂頑張ろう。そうしよう、そうするわ。いっぱい寝る、もう爆睡。あ、もう髪の毛、今日ね、お話し会でね、パセリがショールームでピンのヘアピンの数のクイズ出すの好きなんですって方がいて、そんな優しい。ということでヘアピンの数を数える回を始めたいと思います。会場で1個取りました。なので2からです。カウント2個目。あ、意外と少ないかも。そう、マニアックでしょ。3個目、ちょっと3個目を今。4、お団子の時はね、こういうピンじゃなくてこういうピンでこうやってふわふわにするんですよ。こういう友人のピンで。5、6、7、8。お、あ、8個でした。今日は少ない、少なかった。終わった。今なんか玉入れの気持ち、玉入れの玉をさ、こうやってイエースとかいう気持ちです。あ、嘘、9でした。9、もう一個出てきた、髪の中から。9、クエスチョン9だったわ。おお、わ、解放された。頭がすごい解放されて、なんかすごい実験失敗した人やん。アニメとかに出てくる。何これ、すごい。スネ夫の前髪よりも鋭利だよ。やばい。うん、コントとかでいるよね、白衣着てね。いや、すごいよ。確かにメデューサだったら大変。私がメデューサだったらみんな目があったらもう終わってるよ今。ミキヤくん、ハートありがとう。もうスプレーでガチガチだから、一回コンディショナーで溶かしてから、シャンプーを2回ほどして、でもう一回コンディショナーしてしないとだ。今日はすごい毛量増えたよ。なんかダンス習ってる人とかいるじゃん。なんていうの、こういうね、なみなみにするさ、パーマみたいなのあるじゃん。おー、しーちさん、ハートギフト。キングさん、マイクありがとうございます。
ボサボサです。ボサボサでございます。ボリューミーすぎ。小顔に見えていいんじゃない？これ小顔効果あるよ。あ、43分。じゃあこのボサボサでなんか犬みたいに見えてきた。土の子さんお断りです。セクシーじゃん。これにセクシーを感じる。もう才能だよそれは。どんなものからもセクシーさを感じることのできる才能だと思うよ。ケンジさんお断りです。では壇上読みたいと思います。いきます。13位陣内さん、12位しんいちさん、11位カメさん、10位ゆたパパさん、9位阿部寛さん、8位コウジさん、7位ゼータン、6位ゼットさん、5位タッチー、4位 G2 さん、3位ゆうたくん、2位ライオンハートさん、そして1位ミューラッチさん、ありがとうございます。配信見てくれてありがとう。お話し会も2日間ありがとうございました。明日は徳島県でフェスがあるので、よかったらお待ちしています。よろしくお願いします。ポカリスエット飲み放題です。もうポカリスエット大好きで、もうそれでお腹を満たしたいって人には持ってこい。飲みすぎ注意だけど、ほどほどにね。ではでは、また明日です。ありがとうございました。またね、ありがとう。